はい、金子寺でございます。今日もですね、ガチ検証ということでやっていきたいと思います。中村さんです。よろしくお願いします。毒は良くないですか？腰から座骨神経。いつからですか？2年ぐらい前です。2年前に座骨神経になって、その後どうしたの？神経外科とか通ったりとか、運動不足って言われたり、痩せなさい、痩せなさいって言われたの？いや、ひどいね、セクハラよね。最近、滑り症って。滑っちゃってんですか？滑りたいとか腰椎の滑り症って知らない人いると思うんですけど、骨が出てて滑ってくってことですね。治療なんかはもう治りません。え、しびれは残るし、うん、え、ちょっと待って、手術してもしびれは残るってことなの？治らないってこと、はい、え、じゃあどうする？我慢ドクターの診断が我慢、どういうんですか？仕事終わって家帰ってきたら仰向けに寝て、ちょっと痛みを和らげる、それからご飯作る。なるほどね。今日は金子の YouTube 見て治るんじゃないかなと思って希望を持ってきたと。はい、とてもとても。なんで僕を指名したんですか？何笑っとんねん。キャラキャラ信頼性とかそういうことじゃなくて、いや、もうでも治りそうって思ったんです。治りそうと思った。いろいろ見させていただいて助けてくれると思って、わかりました。早速、座骨神経痛が起きている腰痛ですね、治していきたいと思います。今まで治療は何かやりました？ピラティスやって、姿勢を直したりっていうの。治療じゃないからね、痛みが取れてからやった方がいいかもね。で、足はまあまあ柔らかいので、股関節に問題が出てるわけじゃなくて、緊張関節なんで、うん、まあ、足もちょっと痛いね。ちょっと痛いかもしれないですよ、はい、元はこれだなこれです。ちょっと今ただ治療中の顔になってますけどね。吸って、顎上げる、口でするじゃなくて鼻で吸って、吐くときは口です。これ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 、鼻で吸って、おい吐いて、伸縮刺激といって、組織を伸縮させるように、もし親指で押しながら伸ばしてるんですね、これこうやってるんですよ。はいでーこいつだね。首まっすぐなところかな、うん、なったでしょ？もう痛くないです。やられた時は痛かった？痛いです。お腹の神経と顎、三叉神経って神経があるんですよ。その神経を顎のこの根筋っていう筋肉がすごい圧迫してるんですね。それが原因なので、実は寝てる時にこの神経圧迫を起こしてる。結構食いしばりしてるって自分で自覚とかはあります。仕事中とかも。え、仕事中に食いしばってるの？そんな嫌なの仕事は？食いしばってるのって意外と圧力が強いんで、噛んだ瞬間にこの力ってここ緊張させるんですよ。ここの中には腕神経層って言って、神経の束がガラガラガラと出てるんですよ。で、腕神経層からまたここから脊髄取って、ここ下にも行くんですよ。下の方に行くと腰神経層ってのがまたあって、おそらくその辺の神経までずっと緊張が辿ってってるんですね。それで痛くなってる。あとは寝てる時にまた再発するんですよ。なので枕を変えたり、また僕の YouTube 見たりしてやっていただいたり、まあ、機会があったらここ来ていただいて、今日触ったところが原因で痛くなってるってことなので、それを繰り返せば必ず効きます。朝のウォーキングをするとか、首のアライメント、何笑ってるんですか？朝ウォーキングしたら座骨神経も良くなるし、やりすぎてしまった体の貯金がほら、これ何貯蓄しとんねん。無駄な貯蓄です。インチキじゃなかったでしょ？本物だったでしょ？そうなんです、意外と本物なんです。僕があったということで、お送りいたしました。ストレッチガチ現象でございました。ストレッチを医学に金子とはい、ありがとうございました。
シリアスストレッチトレーナースタッフ募集のお知らせです。学びながら仕事がしたい、そんな熱意のある方、金子忠と一緒に仕事をしましょう。エントリーは概要欄から。